皆さん、こんにちは。トリトリチャンネルの、トリノスケです。早速、前回の続きからプレイを進めていこうと思うよ。前回の動画では、亀山城周辺で小規模な合戦を繰り返して、六角軍の抵抗力を削ぎ落とすことで、目的の亀山城を落とすことに成功した。ただ、代償として、こちらももう全然兵を動かせる状況ではないので、とりあえず一旦全兵力を騎乗させて、体力の回復に努めることにするよ。亀山城の城主には、宿老である織田信友を任命し、さすがに一人で城を任せるのもかわいそうなので、小出ちゃんを領主として派遣しておいた。政務と知略のスペックに関して言えば、うちのエース級なので、いい補佐役になってくれるはずだ。ただまあ、現状、城3つに対して家臣が9名しかいないから、すべての城において、人材不足感がすごくある。この後、3月途中まで時間を進めたところで、この日の動画撮影は終了した。そしてここからは、体調不良から回復した、7月31日日曜日に撮影した内容になります。滅びるのだけは、絶対に避けなければならないから、気合い入れていくよ。とりあえずは、時間を進めていく。そして、1ヶ月ほどが経過した頃。人をよろしいか。1556年の、4月から5月に切り替わるタイミングで、もっくんが、息子役の伊藤秀明さんに倒されるイベント発生。これで、斉藤家と織田家の婚姻同盟が解消となって、織田家から攻められる可能性が出てきた。ただ、この流れは、前回チャレンジですでに学習しているので、ここからが本当の勝負どころ。信長からの脅威を受け流しつつ、とりあえず、西に向かって逃げることを考えているよ。しかし、それから一月も経たないうちに、織田家が、おそらく清洲城を攻略目標として設定して、軍勢の用意を始め出した。2ヶ月ほどすれば、攻め込んでくることは必定。そうなれば、柴家の弱卒では、信長率いるチート軍隊に、勝てるわけがない。名古屋城と犬山城の兵を合わせて、およそ8000弱。守り切ろうとするのであれば、比嘉の軍における質の差を考慮に入れると、せめて3倍くらいは兵数が欲しいところだけど、もちろん、そんな兵数は用意できない。そして、一応念のため、斉藤家からの援軍を参照しようとしたところ、防衛ボタンを選択する際のメッセージが、相手は当家との交渉を拒否しています、になってる。これって、まだ攻められてないから選べない、とかじゃない。そもそも交渉ができないようになってるっぽい。多分、斉藤家から持ちかけられた進言を、拒否ったからだ。普通に拒否して問題ないと思い込んでたけど、一応心象が悪くなったりするわけね。なるほどなるほど。また一つ賢くなったわ。って、そんな悠長なことを言っている場合じゃない。斉藤家の援軍は当てにならず、織田の侵攻に、独力で対処しなければならない。この難局、いかにして乗り切るか。そして、この苦境を脱するべく、柴家が取った作戦は、本拠地である清洲城を捨て、軍勢を六角領に進ませるというもの。おそらくは六角軍が迎撃に出てくるから、出てきた六角軍を合戦で叩いて威風を吹かせ、あわよくば城を何個か奪い取って、信長に取られる分の穴埋めをしようという考え。織田との戦いで勝ち目がないなら、こっちはこっちで、より弱い奴から奪うしかない。そして、亀山城近辺に兵を集めていると、織田家の援軍として、武田軍約4000が出撃してきた。さらに、織田軍も準備が整ったらしい。約6300の兵が、清洲城に迫っている。こりゃもう、終わった。一応念のため、斉藤家に援軍頼めないか、チェックしてみよう。やっぱ無理か。こうなってしまうと、もはや防ぎようがないので、可及的速やかに六角領に攻め込まないといけない。そして、伊賀六角領内に侵入したところ、攻められ始めて半月も持たずに、清洲城が陥落。空き家同然の城だったとはいえ、信長軍はやはりチート臭い。仕方がないので、本拠地を亀山城に移転する。そして、ここからが柴家の正念場。ここで一発、六角家に大勝利を収めて、六角領を分断して、柴領に重心を持たせないといけない。そんなわけで、合戦を行うよ。敵軍は5部隊。威風弱だと、城が寝返るってことはなさそうなので、できれば敵8部隊以上と戦いたかったんだけど、背に腹は変えられませんな。とりあえず、まずは目の前の敵軍を殲滅してやりましょう。
まだまだ合戦が下手で、なかなか傭兵がうまくいかず、無駄に兵を消耗しちゃってるけど、一応なんとか、敵軍の士気を圧倒して、勝利を収めることができた。もちろん武将の質とかも影響しているとは思うんだけど、アシェさんの動画の、真田家による合戦とかを見ると、惚れ惚れするくらいのうまさだよ。一方で、我が弱小柴家の合戦の様子を見てみると、一応、勝つには勝ってるんだけど、兵士の損害が多すぎて、こんなのでは連戦できない。もっと上手くならねば。そして、合戦場周辺の軍が威風でひっくり返り、日野城と伊賀上野城に軍を向けて、時間を進めようとしたところで。よろしいですか。あちゃー、将軍様来ちゃったー。これはマジで辛い。マジ辛たん。つうか、すでに前々回の亀山城攻めの時に、一回強制停戦したじゃんかよ。あれから1年以上経っているとはいえ、六角家の奴ら、手回しが良すぎるぜ。その後、織田家によって長島城が攻められ、斎藤家からの援軍は相変わらずもらえず、走行している間に、名古屋勝安が降伏。一応国衆に依頼して、救援も送ったんだけど、全然間に合わず、長島城も織田家に取られてしまった。これは、非常に、まずいぞ。ただ、しばらくの間、国衆の兵を使って、亀山城の防備を固めていると、腰病老を消費した織田軍の部隊が騎乗を始め、その後、こちらの兵を解散すると、織田方の兵も、こうして一旦解散してくれた。よしよし、これはもしかすると、首の皮一枚、ギリギリ繋がったかもしれない。ただ、清洲城の兵がまたうちを攻略目標に設定してるっぽい。これはもう、かけてみるしかない。まずは、長島城を織田家に明け渡したことで、領土が接しなくなった、斎藤家の親従関係を破棄。勘弁ならぬ。そして、よっしゃー。7月に長島城を取られて以来、小康状態を保ってきた織田家に対して、ついに、侵入が可能になってる。今ここで侵入しておかないと、またすぐ交戦状態に戻って、侵入できなくなる。というわけで、守護また代でしかない織田壇上の中家に、尾張守護たる柴家が侵入。よかろう。許す。屈辱でしかないけど、これもまた、生き残るためだ。その後、本来なら1557年の1月まで続くはずだった、六角家との停戦期間が、斎藤家から織田家へと、侵入先を変更したごたごたとともに、いつの間にか終了したことになるという、怪現象が発生。まあ、それならそれで特に困るわけでもないので、黒人衆の部隊を出撃させて、まずは伊賀上野城の攻略を狙う。六角家の方も、慌てて救援軍を派遣してきたものの、元々の城兵が少なかったこともあって、わずかな期間で城は陥落。これでまずは、二つ目の白毛と。あとは、残った黒人衆部隊と亀山城の兵を使って、救援に来てる、六角義方の部隊を撃破してやればいい。そんなわけで、また散々に兵を失ってしまったものの、なんとか六角軍を撃破して、伊賀上野城の再奪還を阻止。兵数が残っていたなら、本当は日野城まで落としたかったんだけど、残り2000名強しかいないこの状況では、さすがにちょっと厳しそうだな。とはいえ一応、やってみるだけやってはみるか？攻めかかって、損するということもないだろうし。城を攻めます。そんなわけで、日野城にロックオンして、時間を進めてみることにした。この城を落とします。あちゃー、やっぱダメだな。観音寺、沢山、さらに野外から援軍も来てる。そこまで無理はさせられないよ。そんなわけで、日野城は諦めて、一旦退却していたところ。うきゃー。三好軍、約2万名が攻めてくるとの情報。2万名って、何ですか？それ、食べられるものですか？マジふざけんなよ、おい。とりあえず、伊賀上野はもう諦めるしかない。伊賀上野やその周辺をめぐって、六角と三好が争ってくれることを期待しよう。その間に、亀山城で力を蓄えて、伊勢島を制圧してから、織田家と共に上洛を果たすのだ。その後、丸裸の伊賀上野城は、三好家の大軍により、瞬く間に落城。城攻めが始まってから、わずか10日ほどの出来事であった。とはいえ、これはもう織り込み済みの話。ここで三好軍が満足して引いてくれさえすれば、まだまだ我が柴家にも再起のチャンスはある。さあ、お願いだ。帰ってくれたまえ。そして、しばらくすると。おお、三好
士軍が消えたぞ。ギリ救われたー。からの、3万人での侵攻。なんだよこれー。2000人も兵を持ってない小勢力に対する態度じゃないよ。もう、諦めて全てを投げ出したい気持ちもあるんだけど、最後まで、あがくことをやめてはいけない。信長様、我らを救ってくだせー。許す。意外にも、信長は2つ返事で OK してくれた。しかも、4条中3条から援軍を出してくれてる。うちの兵と、黒人衆の部隊を加えれば、なんとか1万名くらいの規模にはなるっぽい。これで、核攻撃破さえできれば、もしかしたら、3万人でも追い返せるかもしれないぞ。そんなわけで、織田援軍部隊が亀山城下で待機している状態で、芝吉宗隊を敵軍と接触させて、合戦に持ち込む。今戦えば、まずは敵5000名だけを相手にすればいいらしい。よしよし、この勝負、乗ったぞ。そんなわけで、まず1戦目は、織田援軍、特に信長隊の大活躍によって、芝軍の勝利。信長隊、柴田勝家隊、滝川一益隊は、べらぼうに強かった。こうやって見ると、そこそこ上手に合戦を指揮できたように映るけど、実際には、織田援軍部隊の能力に甘えた、しょぼしょぼな傭兵しかできていない。こんなんじゃ3万人追い返せないぞ。そして、一応弱だけど威風も発生。あちゃー、場所が悪くて、支配権が全然ひっくり返らなかった。今回合戦の舞台となった伊勢兜は、亀山城の支配地域内だったからな。伊賀上野の支配域内で戦えば、もう少しひっくり返ると思うんだけど、実際にプレイしていた時には、そんなことまで考えてる余裕はなかった。そしてまた、しばらく待機していると、先ほどひっくり返した軍で足止めを食っていた三好軍が、再び領内に侵入してきた。あちゃー、ちょっと兵数削られちゃった。うわぁ、敵は7部隊か。どうせなら8部隊いてくれた方が、威風中になってありがたいんだけど、かといって、このまま待っているわけにもいかないので、5部隊対7部隊で合戦していくよ。敵対象は、三好長行。三好3人衆のうちの1人だね。相変わらず下手くそな傭兵ではあったものの、敵の木口を、なんとか全て破壊して、退路封鎖の条件で、合戦に勝利。ただ、この戦いで、柴田勝家隊と、黒人衆の部隊が改装してしまったので、残りの敵軍は、信長隊、滝川一益隊、芝吉宗隊の、3部隊で倒さなければならない。残った兵も、5000名を切ることになるし、かなり厳しい戦いになりそうだ。そろそろ、滅亡間近かな。合戦に勝利したので、威風弱が発生。ただ、先ほど同様、伊勢兜に隣接している軍が、一つひっくり返っただけだった。さて、残っている敵は、どうやら2部隊らしい。熱海冬康率いる、約2200名の部隊と、三好実久率いる、約6900名の部隊。合わせて9000名を超える軍勢を、半数程度の兵力で、追い返すことができるだろうか。そして、ついに三好軍が襲来。伊勢兜で待ち構えている芝吉宗隊と、接触した。あちゃー、また少し兵を減らしてしまった。いいタイミングで時間を止めるの、むずいよー。敵軍とは、ちょうど2倍ぐらいの兵数差。ただもちろん、この合戦に勝たないと、滅亡までまっしぐらなので、なんとか信長隊に頑張ってもらって、勝利をつかむしかない。時間をかけて、信長隊の固有戦法、神聖を、使っては引き、使っては引きを繰り返すことで、攻撃、防御の能力値が、常に140以上の状態で当たるように調整したら、4000以上の兵数差を、逆転することができた。実球隊もそこそこ強かったんだけど、さすがは信長隊。鉄砲聖者と戦砲神聖で、見事に敵軍を粉砕してくれたよ。今は喜びましょう。いやはやいやはや、なんとか三好軍の撃退に成功。織田家に心中しといて、本当によかったー。信長やその配下たちの軍の質さえあれば、3万近い三好軍でも、なんとか撃退できることが分かったよ。さて、とりあえずこれで、三好軍の進行が一段落ついたので、軍を解散させて、内政に取り掛かろう。少しでも兵力を回復させて、次なる進行に備えておかないと。西の方では、大内家が毛利家の手により滅んだらしい。そして、時間を動かすと、織田家からの援軍が解散。そして、
うきゃー。また攻めてくるよ。今回は、約8000名と兵数少なめだけど、それでも、我が柴家にとっては十分に脅威。織田家に援軍を求めるしかないけど、援軍依頼を出すのは、もう少し兵士が城に戻ってからにしないとだな。今援軍を依頼しても、信長隊は、まともな兵数が揃わないだろう。そうして、今回は名古屋城と犬山城から、約5000名が亀山城に援軍に来てくれた。5000対8000くらいの兵数差だったら、わざわざ合戦の指揮取らなくても、全国マップ上で、倒しきれるんじゃないだろうか。ただ、兵数差がほとんどなくなったタイミングで、今だったら、威風弱を起こすことができるから、敵軍に奪われた伊勢兜やその他の軍を、サクッとひっくり返せるな、と考えて、合戦に持ち込むことにした。そして、この判断が、柴家の運命を、決定づけることになるのである。いつものように、信長隊に無双してもらおうと思っていたら、意外と敵部隊がしつこく頑張ったせいで、信長隊の体力が減ってしまい、これまでの合戦のようには無双できず、新生の戦法を使って、ようやく敵部隊と互角になるレベル。そして、あちゃー、信長隊が撤退してしまった。頼みの綱の信長隊なしでは、芝軍の勝ち目は、非常に薄い。結局、敵総大将、三好長慶隊の前に、芝吉宗隊、佐久間森重隊も相次いで回走。マップ上で放っておけば勝てるはずだった大事な一戦で、全部隊壊滅という、散々な結果を晒してしまったのである。これは、もう、言い訳のしようもない。完全なる鳥之助の慢心と、それによる敗北。信長隊の強さにすがるだけで、傭兵に頭を使わなかったせいで、勝てるはずだった戦を、みすみす不意にしてしまった。そして、その甘さの代償がこれ。合戦前に、亀山城の兵を根こそぎ出陣させていたため、城にこもっている兵の数はゼロ。ノーガードで三好軍に殴られてる。織田家は正直よく助けてくれてたよ。信長らの援軍なしでは、到底ここまで持たなかった。そこまで助けてくれてたのに、この結果は、不甲斐なさすぎる。いずれ城は取り戻しましょう。というわけで、三度目の滅亡達成。二度あることは、三度あったらしい。いやー、悔しい。せっかく心中先をうまく切り替えて、今度こそ、織田家の力を利用しながら、柴家の威勢を取り戻そうと思っていたのに。結果論だけど、伊賀上野城を落としたのが失敗だったな。先に伊勢の攻略から手をつけていれば、三好の大軍を呼び込むことも、なかっただろう。そんなわけで、三度目の柴家チャレンジも、失敗に終わりました。これはちょっと、アプローチを変える必要があるな。そんなわけで、諦めの悪い鳥之助は、次回の動画でも、柴家を使って天下統一に挑みます。一応、これまでとは違うやり方で、現在録画している時点では、順調に勢力を伸ばしているところなので、よろしければ、次回の動画もお付き合いください。それでは、次回もよろしくお願いします。鳥之助でした。